はい、皆さんこんにちは。今回の動画、最後まで見ていただければ、これまでやってきたディズニーリゾートのエントリー受付、何時に抽選したのか、どこで抽選したのか、結果どうだったのか、こちらがわかるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。東京ディズニーリゾートでは、現在アプリを使用したアトラクションショーの抽選が行われています。こちらのエントリー受付、ディズニーに行ったゲストは誰もが当たってほしいと願うものだと思います。その願いの実現に1ミリでもお役に立てますよう、これまで僕がやってきたエントリー受付をまとめました。アトラクションやショーの開始何分前に抽選したのか、どこの場所で抽選したのか、その結果どうだったのか、2020年秋から2021年夏までのエントリーの様子をまとめておりますので、ぜひ今後の参考になれば幸いです。それでは歴代のエントリー受付たち、ご覧ください。それでは早速エントリー受付をやってみます。まずは美女と野獣を選択します。時間帯は17時からにします。早速ここでエントリー受付をします。まずは美女と野獣の魔法の物語を選択します。時間帯は17時から19時の間を選びます。それでは早速本日もエントリー受付をやってきます。彼女は美女と野獣の魔法の物語、まだ乗ったことがありません。乗せてあげたいですね。時間帯は17時からにします。それでは今日もエントリー受付をやっていきたいと思います。今日も美女と野獣に絞ります。時間帯は15時からにします。それでは今日も早速エントリー受付をやっていきたいと思います。今日はかなり空いてるので、美女と野獣乗れるんじゃないかと思います。今日はかなり空いてるので、美女と野獣乗れるんじゃないかと思います。それでは早速エントリー受付に参加したいと思います。エントリー受付をやろうと思ったんですが、インパした時間が遅く受付終了していました。それでは早速エントリー受付をやっていきたいと思います。昨日コーラを我慢したので、今日は当たるんじゃないかなと思います。それでは今日もエントリー受付から、昨日家のお風呂を掃除したので、今日は当たるんじゃないかなと思います。昨晩お風呂の追い焚きを我慢したので、ビッグバンドビート当たるんじゃないかなと思います。昨日寝る前に世界平和を願ったので、今日は当たるんじゃないかなと思います。店内に入りました。とてもいい雰囲気です。昨日家族に一番風呂を譲ったので、今日は当たるんじゃないかなと思います。それでは今日もエントリー受付から自分がされて嫌なことは人にもしないようにしてるので今日は当たるんじゃないかなと思います。まずやってきたのはこちら。タンセンナーションです。ご覧の通り魔球の前にいるので今日は当たるんじゃないかなと思います。ここでエントリー受付をやりたいと思います。運命が味方してるとグランマが言ってるので、今日は当たるんじゃないかなと思います。昨日普段より長めに犬の散歩に行ったので、今日は当たるんじゃないかなと思います。やってきたのはこちら。買います。それではここでエントリー受付をやりたいと思います。大好きなものの前でエントリー受付当たるんじゃないかなと思います。敵の家族の肩を揉んだので、今日当たるんじゃないかなと思います。それではここでエントリー受付やっていきたいと思います。今日はこちらでエントリー受付、シンデレラ城を眺めながら臨みます。まずやっていたのはこちらのタウンセンターバージョンです。ロバンスを買いたいと思います。先ほどジャック・スパローに会ったので当たるんじゃないかなと思います。続いてやってきたのはこちらセンターバージョンですね。そして YC でファンデーションです。クラブマウスビートのエントリー受付やっていきたいと思います。こちらに入る前にエントリー受付をします。おパンツたくさん買ってきたので当たるんじゃないかなと思います。先ほどカメリア・ファルコと目が合ったので当たるんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。アプリで音声配信もやっておりますので、ぜひダウンロードの上聞いていただけると幸いです。それでは最後にカードを1枚選んでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。